東京老舗の羊羹って言ったトラヤですよね。トラって書いてありますけど、これ空港限定のやつですね。モナカ、美味しそうですね。トラヤさんのモナカですね。ググッといって、5月こいのぼり。ああ、こんなのもあるんですね。で、空港限定の羊羹。空の形が書いてあります。これもいいですよね。小分けしてあってね、皆さんに配るのに美味しいかもしれない。配りやすいですね。これは本当に季節感が出てる羊羹、鯉のぼり羊羹ですね。はい。